まだい？あ、ピーチ姫だ。マリオ、ルイジ、お元気ですか？私は今、南の楽園、恐竜ランドに来ています。可愛い恐竜たちが仲良く暮らす、とっても良い国よ。ぜひ、マリオとルイジも遊びに来てください。PS、お友達のヨッシーと一緒に写した写真を同封しますね。ピーチより。よーし、僕らも恐竜ランドへ行こう。大賛成。ヨッシーなバカランド。なんか忘れてる気がするな。あ、そうだ、テレビの前のお友達に電話しなくっちゃ。ちゃんと僕がテレビっ子持ってきた。ほんじゃこれからテレビっ子のテストをするよ。ベルが鳴ったら受話器を取ってね。もしもし、僕マリオ。今僕たちは恐竜ランドに向かう飛行機に乗ってるんだ。おいしいフルーツにワクワクすることがいっぱいありそうで、とっても楽しみさ。あ、そろそろ飛行機が着陸するみたい。ほんじゃまた後で電話するからね。いやー、大歓迎を受けだったらどうしよう。アロハー。あら、おい、どうなってんの？おかしいね。みんなどっか行っちゃったのかな。あ、あれは。久しぶりだな、マリオ。ピーチ姫は俺様がいただいた返してほしくばバージョンまで来るがよい。ただしこの島はもはや俺様の部下でいっぱいだ。果たしてたどり着けるかな。ほう。ねえ兄さん、早くピーチ姫を助けなくっちゃ。よーし、行くぞ。おお。ちょっと急ぎすぎたかな。疲れちゃったよ。ほんと、スーパーキノコでも出ないかな。よっと。あれ？なんだこの卵。もしもし、僕ルイジ。ねえみんな、これ何の卵なんだろう。この中からどの卵か当ててみて。わかった？はい、ボタンをどうぞ。よーし、一緒に見てみようか。うわー、助かった。どうもありがとう。僕はヨッシー。君たちは誰？僕はマリオ。僕はルイジ。わあ、僕知ってるよ。ピーチ姫にいつも話を聞いてるよ。そうか、ピーチ姫と一緒に写ってた君がヨッシーくんだ。ねえ、みんなはさっきの問題当たってたかい？発表します。ピンポン、すごい当たってたね。ブー、残念。ヨッシーくんの尻尾が見えてたよね。ねえヨッシーくん、ピーチ姫は今どこに？それはわからないよ。僕も仲間を助けようとこの先のお城へ行こうとしたら、逆に卵に閉じ込められちゃったんだ。クッパに捕まった僕の仲間たち、一体どうしてるんだろう。よーし、僕ら3人、力を合わせてみんなを助けよう。そうさ、またあのクッパのやつを懲らしめてやろう。オッケー、もう一度チャレンジだ。さあ、背中に乗って道の案内は僕に任せてよ。あら、やってる。いいかい、行くよ。あの吊り橋を渡るとドーナツ平野です。待てー。へへへ、これから先は通さないぞ。だあ、ブルがたくさんいるな。ノコノコの方が多いよ。ドラゴンが一番多いと思うな。もしもし、ねえみんな、ブルとノコノコとドラゴンの中でどれが一番たくさんいると思う？1番、ブルが一番多い。2番、ノコノコが一番多い。3番、ドラゴンが一番多い。わかったかな？はい、ボタン。ピンポーン、あったり。ブー、あれ？ノコノコが一番多いよね。よーし、やっつけながら一緒に数えようか。1、2、3、4、5、6。ね、やっぱりノコノコが一番多かったろ。チキシュー、まだ負けたわけじゃないぞ。あらら、ありゃキリがない。僕に任せて。覚えてろ。その怪我はやっぱりクッパにやられたのかい？僕も一緒に行きたいけど、これじゃ足手まといになっちゃうし、一回ドーナツ平野のお化け屋敷に住んでるテレサは無敵だけど、ただ一つ明るいところが苦手なんだ。覚えておいてね。頑張ってね。くれぐれも気をつけていってね。行ってくるね。うわー、なんか不気味だな。ここから出られたやつはいないよ。出口を見つけてみろ。さあ、行くぞルイージ。やだな、真っ暗だよ。なんか変だな、あのブロック動いたみたいだ。やっぱりブロックか。なんだって！やっぱお化けだ！そうだ、イエローがテレサの弱点を教えてくれたっけ。帽子の中に何かあるかもしれないな。もしもし、みんな、ろうそく、キノコ、フラワー、コインの4つのものの中でテレサをやっつけられる道具はどれ？イエローヨッシーはテレサは明るいのが苦手って言ってたけど。1番ろうそく、2番キノコ、3番フラワー、4番コイン。わかったかな？はい、ボタンをどうぞ。ほら、ろうそくが明るくしてくれるだろ。そうか、ほら、ろうそくを使えばいいんだ。やったー、出口の鍵だ。これだよ、この4つの鍵穴の中に本物があるはずだぞ。もしもし、ねえ、この4つの中のどれが本物だと思う？鍵穴はいつも同じとは限らないんだよ。勘を働かせて答えてね。はい、ボタンをどうぞ。ピンポーン、あったりー。にしようね。やったー。さて次のエリアだ。あら、これじゃブロックがないと渡れないよ。この辺りに点線ブロックを本物にするスイッチがあるはずなんだけど。あ、あったあった。本当だ。でも3つもあるぞ。いや、おいらはカメくん、カメ一族の魔法使いじゃい。あいつがスイッチを増やしちゃったんだ。どうすんの？どれが本当のスイッチかわかんないよ。もしもし、みんなまた困っちゃった。黄色のスイッチを押せば黄色の点線のブロック、緑色を押せば緑色のブロック、赤を押せば赤のブロックが本物になるよ。どれがマグマの川を通れるようになる本物のスイッチかな？1番黄色いスイッチ、2番緑色のスイッチ、3番赤いスイッチ。わかったかな？はい、ボタンをどうぞ。ピンポーン。そうだね、緑色は最後まで続いてるね。ブー、あれ？その色は途中でなくなってるよ。どうだ、ちゃんと見つけたぞ。それ3連ジャンプ。それよし、また君の友達かな。わあ、まだ赤ちゃんのヨッシーだ。ダメだよ、君は帰りなさい。ここはまだまだ危ないところなんだから。僕も戦うの。ほら、空にもパタパタたちが飛んでるよ。よし、見てて。あ、危ない。ダメだよ。ありゃりゃ、食べちゃった。ほんと。大きくなれば文句はないよね。さあ行こうよ。さあ乗って。この先のブロックに秘密のアイテムが隠してあるけど、きっと誰も気がつかないよ。何番目のブロックだい？右から3番目のブロックさ。やったー、いいこと聞いちゃったぞ。これか。右から3番目だ。えい！やった！ボーナスステージへ伸びる豆の木だ。うわあ、コインがいっぱい。いただき。もしもし。いやあみんな、僕から問題を一つ。マリオとルイージ、それぞれ全部のコインを取れるとしたら、どっちがたくさんコインを取れると思う？マリオは上の雲、ルイージは下の雲だよ。1番マリオの方が多い、2番ルイージの方が多い、どっちかな？わかったかな？はい、ボタンをどうぞ。ピーボーン。そうだね、ルイージの方が多いね。ブー、あれ、ルイージの方が多いよ。兄さんが8枚、僕が10枚。やったー、僕の方が2枚多い。チェチェ、下を選べばよかったな。ほら、2人とも早く僕らに乗って、ここから飛び降りれば下はすぐ迷いの森だよ。わっ、もっと上手に降りらんないのかやったく。ごめん。え？あれれ、出口はどっちなんだ？あっちだよ。違うよ。出口はこっちだよ。いやいや、そっちじゃないよ。なんて意地悪な森だ。こうなりゃ僕らで探すしかないね。もしもし、私が力になりますわ。こんにちは、イモムシの花。これと同じのくれたらいいこと教えてあげるよ。もしもし、みんないいかな？はなちゃんが持ってるはなちゃんの大好きな果物って一体なんだ？切り口をよく見て探してね。1番いちご、2番メロン、3番リンゴ、4番トマト。わかったかな？はい、ボタンをどうぞ。ピンポンピンポン。そう、リンゴだよね。ブー、あれリンゴだよ。わかった、これだね。おやつに食べようと思ってちょうど持ってきたんだ。そうそう、私はリンゴが大好き。じゃあいいこと教えるね。この森の木は嘘しか言わない嘘つきばかり。でも一本だけ本当のことを言う赤い花が咲いて黄色の実がなっている真実の木があるのよ。もしもし、またまたみんなに聞いちゃいます。はなちゃんが教えてくれた赤い花で黄色い実の真実の木ってどの木かわかるかな？この3つの中から選んでね。さあ、わかったかな？はい、ボタンをどうぞ。ピンポーン、あったり。ブー、残念、1番が正解だよ。迷いの森を出る方法がわからないんだよ。お願い教えてください、真実の木。この迷いの森を抜けるにはね、そこの湖に飛び込むと次のエリアなの。ありがとう。よし、みんな行こう。おー！それ！ここをクリアすればクッパの城はすぐそこだな。さあ行こうよ、兄さん。よーし。うわー、みんな気をつけろ、危ないぞ。兄さん、天井が。うわあ、早く早く、そこのくぼみに。僕たちはどのくぼみに隠れれば助かると思う？天井の形と床の形をよく見て考えてね。うわあ、急いでるからそのままでボタンを押してね。わかった？じゃあはい、ボタン。ピンポン、やったー、ありがとう。むぎゅー、そこじゃ挟まれちゃうよ。はあ、助かりー。よくやってきたわね。でも冒険はもう終わり。あたしの技破れる？もしもし、みんなまた頼むよ。本物のウェンディは1人だけ、あとの3人は偽物だよ。どれが本物だかわかるかな？はい、ボタンをどうぞ。ピンポーン。ほんとだ、サンキュー。ブー、それは偽物だね。悔しい、よくも見破ったわね。ああ、助けて、ね、早く助けなさいよね。いや、続けるね。このなんの兄さん、やつら踏んでも飛ばせないよ。くそ、パワーアイテムがあればな。よし、行くぞ、任せろ。いやー、あ、兄さん、羽だ。やった、レッドヨッシー、サンキュー。すごい、やった。ねえ、見て見て、卵だ。すごい、これでみんな助け出せたぞ。どうもありがとうマリオさん。はい、僕のおかげです。ちぇ、なんだい、兄さんばかりちやほやして。僕だって活躍したのに。コクッパ城を爆破しようと爆弾を仕掛けたんだけど、コードが絡まってどれが本物のスイッチだかわからなくなっちゃった。よし、僕に任せろ。もしもし、みんな、ここで問題だよ。4つの爆破スイッチのうち、どれがコクッパ城につながっている正しいスイッチかな。コードをたどってみるとわかるよ。1番赤いスイッチ、2番青いスイッチ、3番黄色いスイッチ、4番緑のスイッチ。わかったかな。はい、ボタンをどうぞ。ピンポーン。そうだね、それがつながってるよね。ブー、あれれ、それはつながってないぞ。3、2、1、0。あらら、違ったかな。ねえルイージ、ちょっと見てくれる？なんだよもう、僕ばっかりこんなことさせられるんだから。ほいえー、あらなんだよ、僕ばっかり笑いもんにして。もういいよ、兄さんなんか嫌いだー。なんだよ、変なやつ。ルイージなんかほっといて。よし、先に行こう。じゃじゃん。秘密の玉は信号機、緑は進め、黄色は注意、赤なら絶対渡っちゃダメよ。誰だ？ねえルイージ、つまんない意地を張らないで早くマリオを助けに行こう。一人でクッパを倒すのは無理だよ。ルイージはマリオがやられてもいいの？もしヨッシーやマリオがいなくなったら僕はとっても悲しいよ。そっか、そうだよね。うわー、ルイージ、助けてくれ。え？あ、マリオ、大丈夫なの？気がついた？あ、ピーチ姫、助けてマリオピーチちゃんのために改装したわしの城はお気に召したがな。さっさとお前を倒して、そして安心してピーチ姫と結婚式を挙げるんじゃ。行けメカクッパども。卑怯だぞクッパ、正々堂々と1対1で戦ったらどうだ。兄さん、そうだ、キノコだ。えい、サンキュー。スーパーマリオブラ受け取れ兄さん、それよーし取って当たらねえよ。くそ、みんな力を貸して。あのクッパに甲羅を命中させよう。上と下、君ならどっちを狙うかな。1番上を狙う、2番下を狙う。さあどっちだと思う？はい、ボタンをどうぞ。ああ、命中した。ほう、ちっとも当たらんわいい。兄さん、とどめだ。そらやった。僕らの中が戻ったら怖いものなどありゃしないって、そうだろう兄さん。ああおいおい、それは僕のケーキだぞ。嘘だって。半分ずつにしよう。さすがマリオとルイージね、ありがとう。もしもし、みんな今日はいろいろ教えてくれてありがとう。また一緒にテレビっ子で遊ぼうね。じゃあまた、バイバイ。